皆様ごきげんよう。今日なんですけど、裏バーサス祭ですねの限定パック開封していきたいなと思うんですけど、もう実は、サザンナインで開封したパックでして、まあそれをね後からつけるっていう感じなんですけどね、やっていきたいなと思います。なので結果自体はもうどうなってるか僕は分かってます。今回の、狙いは先発補強したいなって思いますね。あと中継ぎとかも通常の SS レアしか入ってないので限定を入れたいなって思います。無課金でやってるのでボックスがねあまり引けないので、まあ、パックで頑張るしかないんですけど。ジャイアンツ対ジャイアンツの一戦をお伝えします。まもなく試合開始です。今6パックかなぐらいは確か負けてるんですけど、まあ、SS はまだ出てないですね。ストレート、これは手が出ません。スラッター来るか、来ない。第2球投げた、インコース見送っています。縦カットとスプリット。第3球投げました、打ちました。ライトへの当たり、詰まった打球ヒットになった。先頭バッターが出ました。シュートか、シュート決まった。ノーアウトランナー1塁。今ゲッツーだけはやめて。オッケーオッケー。ワンアウト、ワンアウト、ランナー二塁。さあチャンスでクリーンナップに打順が回ります。これは手が出ません。縦カット来ないね。チャンスを迎えています。第2球投げた、打った。まず1点確実に取りに行きたい。第3球投げた、インコース見送っています。ジャイアンツチャンスを迎えています。第4球投げた、オッケーオッケー、いいよ。レフトへ持っていった、ヒットになります。二塁ランナーは三塁ストップ。打ち見送ってボール、ワンアウトランナー三塁一塁。第2球投げた、思い切ってここで一発打ちたいね。ジャイアンツチャンスを迎えています。いやー、追い込まれたか。ストライクを先行させています。ワンアウトランナー三塁一塁。うわ、やらかした。見逃し三振、ツーアウトになりました。アウトコース見送ってボール。先制のチャンスを迎えているジャイアンツ。第2球投げました、シュート決まった。ツーアウトランナー三塁一塁。第3球投げました、打った。よし、先制。左中間真っ二つ、長打コースになる。タイムリーヒット、1対0、1点リードに変わりました。なおも3塁1塁のチャンス。いや、ホームラン打ちたいね。外れた。追加点のチャンスを迎えているジャイアンツ。いや、アウトか。セカンド取ってアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ先手を取りました。1回の表を終わって、インコースストライク。第2球投げた、豪快なスイングは空振り。あっという間に追い込んだ。これで三振。カウントはノーボール2ストライク。てくれ。
第3球投げた、見送ってボール、ボールカウントはワンボールツーストライク、これで見逃し三振 OK、 見逃し三振、ワンアウトを取りました。見送りました、カーブ打たれるかな。第2球投げました、これは手が出ません。第3球投げました、よし2アウト、ファウルグラウンドで掴んでアウト、これで2アウト。外、これは決まった、第2球投げた、外、これは決まった、あっという間に追い込んだ、ボールカウントは3球続けてスライダー、三振 OK、 見逃し三振、スリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。1回の裏1対0、ジャイアンツ1点をリードしています。よし、レフト前、詰まった打球、レフト前へ運んだ、ヒットになります。先頭バッターが出ました、スライダー決まった、ノーアウト、ランナー一塁。第2球投げた、打ちました、サード取った、これでワンアウト、ワンアウト、ランナー二塁、打席には9番バッターが入ります。これで決まりました、ワンアウト、ランナー二塁。第2球投げた、痛烈、よし2点目、リードを2点と突き放します。打ち、見送ってボール、ワンアウト、ランナー一塁。第2球投げました、シュート決まった、もう1点ぐらい取っておきたいね。第3球投げました、低め見極めます、第4球投げました、外、見送ってボール、ピッチャー疲れているようです。ボールカウントは3ボール1ストライク、第5球投げた、スライダー決まった、フルカウントになりました、ワンアウト、ランナー1塁。第6球投げた、いや、ファールか、ファールボール、ボールカウントは3ボール2ストライク。第7球投げました、ファウル、粘ります、ワンアウト、ランナー一塁。第8球投げた、打ちました、セカンド取った、打席には2番バッターが入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。見送ってボール、ツーアウト、ランナー二塁。第2球投げた、打ちました、ボールだったね。セカンド取った、1塁送球、1塁アウト、3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ1点を加えています。打った、サード取った、1塁送球、1塁アウト、ワンアウト。よし、2アウト、セカンド取った、1塁送球、1塁アウト、2アウトです。さあ、完全試合達成まであと1人です。思い切って振った、第2球投げました、高速スライダー決まった、すぐに追い込みました。ジャイアンツ土壇場2点を追いかける。第3球投げた、3球差し、当たりません。そんな感じでぜひチャンネル登録、高評価お願いします。